こんにちは、ラブパトレビューです。今回はラブパトリーナ第5話、ラブピョコがクッキーになっちゃったについてレビューします。前回のあらすじは、翼たちのクラスに勉強もスポーツも何でもできる転校生青瀬小花がやってきました。小花は花を守ろうとする強いラブの力によってラブパトブルーに任命されることに。これでラブパトリーナが3人揃いました。やったね。さて、今回のお話は、動物園にやってきた翼とラブピョコ。ラブピョコが喜ぶと思って翼が連れてきたのです。翼は搾りたての牛乳って飲んだことないよね。美味しいから買ってきてあげると、翼はラブピョコのために牛乳を買いに行きました。その頃、バックとリンチョが飼育員の一人を、動物たちをこよなく愛し、子供たちに動物と触れ合う楽しさを教えちゃう動物博士のラブを奪います。飼育員はラブゼイロ、動物クッキーになってしまいました。あ、お猿さんの鳴き声とクッキーをかけてるのね。動物クッキーは次々と動物をクッキーに変えていきます。え、鳥ってちょっとアバウトすぎない？もっとなんかなかった？その時、日向でうとうとしていたラブピョコを見つけた動物クッキー。ラブピョコは動物クッキーの手によってクッキーにされてしまったけれど、一体どうなっちゃうの？それでは早速見てみましょう。その前にラブパト動画をどんどん配信していくので、チャンネル登録よろしくね。翼は一度ラブパト秘密本部に行き、ラブピョコを探しますが見つかりません。その時、ラブパト110番が入ります。ああ、ワルピョコダーン。通報されている現場がさっきまでいた動物園であると告げる翼。それを聞いた小花はラブピョコがクッキーにされたことに気がつきます。3人は変身して現場に急行しました。一方、ワルピョコ団ではラブピョコがクッキーになってしまったことをワルピョコ様が喜んでいました。意外にラブピョコとの付き合い長いんですね。クッキーにした動物たちを食べようとおやつの準備をする動物クッキー。そんな中、ラブピョコはなんとか元の姿に戻ります。そして動物クッキーに見つからないように逃げ出そうと動き出しました。同じ頃、ラブパトリーナはラブピョコを探していました。そんな中、ラブパトブルーが見つけたのはラブピョコの好物、ラブパト人参でした。この近くにいると考えたラブパトブルーは望遠カードでラブピョコを探します。動物クッキーを見つけた3人は急いで駆け出します。ラブピョコはなんとか逃げ出そうとこっそり動いていましたが、結局見つかってしまいました。いや、後ろ歩きするような余裕ぶっこいてたらそりゃ見つかるわ。ラブピョコのピンチにラブパトリーナが駆けつけます。しかし、ラブピョコが人質に取られてしまいました。その警察で使うシールドをどこから持ってきたの？動物クッキーは動物をクッキーにするという特徴を利用して、ラブパトピンクはモードチェンジしてキャットモードに。動物クッキーがラブパトピンクに夢中になっている隙を狙ってラブピョコを取り戻そうとしますが、ラブパトパープルがくしゃみをしたせいで失敗します。サライちゃん、意外とおっさんがくしゃみするのね。しかし、その後も猫として振る舞い続けたラブパトピンクのおかげで、動物へのラブを思い出させることに成功したラブパトリーナたち。いや、思い出せてるの？この状態。今回はラブピョコの声援を力に変え、ラブパトドリーミーでラブ逮捕しました。再会を喜ぶラブパトピンクとラブピョコ。ラブパトピンクはもうラブピョコを離さないと約束します。ソラちゃん、ラブパト日誌なんて書いてるの？豆だね。翼の家に帰ると、ラブピョコはラブパト人参を頬張ります。翼に食べ過ぎと注意されてしまいますが、もっと食べたいピョコとラブパト人参をねだります。寝る前に食べると太るよ、ラブピョコ。2人は同じベッドでゆっくり眠りました。今回はラブピョコがピンチになりつつも、ラブピョコとワルピョコ様の関係が少し分かりましたね。それにしても、ラブピョコはワルピョコ様のことをどう考えているのでしょうか。今後の展開で分かるといいですね。さて、次回のラブパトリーナは、新たな仲間は一体誰？どうやらラブジー長官は新しい仲間を探しているようです。ラブパト秘密本部
そんなに人手が足りないの？そんな中、翼たちはラブパトリーナが好きな先輩剣崎隼人と出会います。おや、この隼人くんにも強いラブがありそうですね。ラブパトリーナを逮捕する気だって？なんで逮捕なんてするの？ラブパトリーナは正義の味方だよ。いかがでしたか？この動画が良かったらグッドボタンを押してね。次も見逃さないようチャンネル登録をしてね。それではパパッと、また次回。